はい、おはようございます。おそのこです。リスナーの皆さん、メンバーの皆さん、おはようございます。っていうか私は寝る前なんですけど、はい、なんかいっぱい出てますね。いや、77万人いないっしょ。やめた人もこれカウント入ってるでしょ。ステアカとかね。これさ、ちょっと一つね、気になるのが、パーツなんだよね。これ、課金専用？無料で出す気はない感じかな。なんかパーツだけはなんか、最近、あれですよね、出し惜しみっていうか、課金のね、なんか要素で、まあ結局はね、あの上の人たちしか興味がないものだとは思いますけどね。はい、いや、いろいろ見ましたよ。うん、よし。結局ね、もう見てもわかるっしょ、課金しないとなんもできんよこのゲーム。これっすか。これね、水色ないんだよね。なんでなんで水色ないの。これあれだよね、懐かしいね。よいしょ、バクチパーツ。まあ要はマイナスがつくんだよね。うーん、アサカス SP 懐かしいね。あれつけるのにほんと苦労したもな。まあね、まあそういうようなパーツなんですけど、まあデメリットがある分ね、この特化型でね、これでも大したことなかったんだよね。これ 10% でしょ。 10% まあ軌道勝負、軌道勝負で、火力落として、まあでもこれは S のチームはこれは結構重宝するんじゃないですか。うちらみたいなチームはやっぱり緑ですよね。もう軌道を殺してねえ。まあでも俺はね、本職は俺回避屋だからね、回避で遊びたいんだけどさ、もうこの運営がことごとく俺の思惑をなんか外してくるっていうか、遊ばせてくれないから、もう課金する気がほぼほぼゼロなんすよね。あとあのチーターね、なんか今もガンナバトル上位全部チーターじゃん。あんなもん見てて誰が課金するの、中堅以下。まあね、あのベースの課金はね、全然いいとは思うんすけど、なんかそれ以上のそのプラスアルファね、課金することっていうのはもうなんかあんまないんじゃないですか。まあ大体そういう人は中堅のチームにいないしね。よいしょ。これはいいね。これいいよ。これさ、あれよ。ウィキ見た方がいいのよ、こういうの。これいいよ。まあデメリットもでかいんだけどね。HP マイナス40。まあでも、軌道あるところはこんなん全然カバーできるからね。いや、これはえぐいよ。こんなんさ、上のチームがこれつけて、ね、鬼軌道で来られたら、まずまずもう無理っしょ。だからこれと多分組み合わせるんだったら、この R カスタム GX で、55でしょ。で、あれがマイナス35でしょ、火力。それと組み合わせるのもありなんちゃう？だってそれでも20あるわけでしょ。プラス20残って、さらに軌道があれ、どなけん行くの？これめんどくせ。軌道やばいっしょ。紫の。いや、これはね、えぐいよ。これ組み合わせ方で、何この、俺もうこの辺知らんからね。ギャラクシーとか
エクシードとか。なんかこれ課金のやつについてたやつだよね。これか。軌道15。15はやばいよ。だって今はもう1100とか1200でしょ？上の軌道って。やばいっしょ。ねえ、下手したら200ぐらい軌道プラスなんだよ。やばいっしょ、これ。ねえ、で、この攻撃マイナス分をさ、さっきのね、赤パーツの、ねえ、この何、何課金パーツで、やればさ、補えるじゃん。このマイナス 35% のデメリットを。まあ、多分、上でやるんだったら、このね、紫と、赤のこの課金パーツだよね。これつけることが多分えぐいと思いますね。で、うちみたいにまあのんびりやってるチームとか、まああと NP とかね、はこれかな。やっぱり軌道いらないじゃんね、勝てないから。 HP80% 大きいね。 80% やばいね。でもね、これね、ビーム軽減もついてるから、まあ実質本当に 100% 以上つくんだけど、これね、HP に偏りすぎて、命中とか火力ゼロやん。それはね、微妙なんだよね、これ。だこれに、せめてね、火力、まあ、プラス15と命中プラス10とかプラス15ついてないと当たんないよ。マジで。やっぱ回避っていうか、もう今、そのね、コースペの機体は配ってるから課金で。もう1万払えばみんなもうゲットできるような感じになってるわけじゃんね。まあ、引きが悪かったら何万かいるかもしんないけど、まあ、ね、必ずゲットはできるわけじゃん。もう箱ガチャ待ってれば。で、これも来週から制圧でしょ。制圧に合わせてこういうの出してるから、まあうちはね、来週から制圧 S 戦はね、お休みだから、ボイコットだから、うちはもうある意味高みの見物。もうのんびり育成であれなんだけど、ただ皆さん忘れちゃいけないのが、これね、これ忘れてない？ 11 周年アニバーサリー。はい。今年の周年はいつから始まりますか？まあ多分ね、5月の末から前夜祭みたいな感じで。まあ1ヶ月前だね。これ正確に言うと6月の下旬に始まったゲームだよね。確か。だから5月の下旬ぐらいから、まあ、この辺が出てくると思いますよ。12周年アニバーサリー、うん。俺は多分そっちの方がいいと思いますね。多分今のこの課金ガチャのパーツは、この G カスタムとかは、次節の制圧戦のためのパーツ。なんかね、もう今ね、そのプレイヤーと運営のその課金の流れとかインフレの流れを分析していくと、だいたい制圧のね、前とか、あと中盤だよね、にちょいちょいなんかインフレ機とかインフレパーツとか出す感じかな。で、それにやっぱりね、だってこのゲーム課金する要素ってやっぱ制圧だもん。だからもう A 戦も S 戦も一切戦わないっていう、人は本当に課金する必要がないと思いますから。ただ、やっぱり局地戦ガンダムバトル、あと NP だよね。NP のイベントは無課金じゃもう無理だと思いますから、やっぱり 17LE、なかなか無課金で引くのはむずいからさ。あと引いても育成するのに時間かかるじゃん。それも考えると、ほぼほぼね、無課金でイベント楽しむことは、かなりしんどい。
だからもうあとは仲間頼みだよね。それで、ね、いいの置いてくれてる人のやつを借りつつ自分はもう防御してみたいな感じなんだけど、要はさ、その補正されちゃうじゃん。その仲間のスペックそのまま使えないから、自分のねえ、スペックに落とされちゃうからね。だからそう考えていくと、やっぱりこのゲームは、まあ、年間でもやっぱ10万はいると思いますよ。どんなにケチって遊ぼうと思っても、ぐらいは使わないとやっぱしんどいかなとは思いますね。しかも一赤ね、一赤10万ね。だから福赤持ってる人は本当に、まあ自分もそうだけど、やっぱりなんだかんだ節約してても何十万とか100万は飛んでいくわけよ、年間で。まあそれ以上の対価を得られてるんだったら全然いいんだけど、対価を得られてない人はやっぱりもう、素直にもう無課金プレイに徹するか、もう引退するかで考えた方がいいっすよ。もうまずまずね、完全無課金は本当もうちょっとしんどいんじゃないかなと思いますね。だからあとは完全無課金で行くんだったら本当にもうガノタプレイだよね。本当マイペースで自分の好きな機体でとか、まああとは A 戦はね、やっぱ無人戦とかね、全然さ、やっぱ戦えるっていうか、まあ打つだけだけど、まあそういうのでチームにね、貢献したりとか、そういう感じでいいんじゃないですか。相手だって今ね、制圧考えてるチームで、例えば A でも上位戦に無理やり出ろっていうチームはまあ少ないと思うしね。それを出ろっていうのは鬼畜だと思うから、それはもう抜けた方がいいと思いますけど、まあこんな感じでね、パーツとかもこう出てるあれですよね。あとはこれか、ガチャね。まあこれはおまけでもさ、なんかどんどんなんか後から出る箱ガチャがすごい有利だよね、本当に。周年の時なんかもっとやばいんじゃない、もう配りまくるんじゃない。もうこの辺は完全にもう全部ダメだね。まあ LE 機体ももう15以下ちょっともうあかんね。もう今もう17しかないね、欲しいのは。やっぱさ、スキルもちょっと落ちるんだよね、15だと。もうね、だからもう僕ずっと課金してないでしょ。そういうことっすよ。もう最後に課金したのいつだろう。1月 ?2 月は課金してないと思うけど、ちょっとごめん、記憶にない。17LE はね、まあ、ここは、これは多分、あんまいいの出ないと思いますよ、これは。こっちでしょ。これはね、いいよね。1万でこれ2枚引けるんだったらもう全然、これは欲しい。ないから。円属性で。もう、重いし。なんでこれクライアント版でずっと狂ってるの？もうこういうのもね、あんま課金したくない要素の一つだな。オートリカバリー。これいいよね。これは欲しい。まあどうせまたどんどん出てくると思うけどね、この辺の。だからスキルがさ、やっぱり17からなんだよね、使えるスキルが。ちょっと15以下のスキルはね、もう使えないね。まあない部分はね、もうそれを出すしかないから、とにかく手持ちでね、自分の手持ちでいいものを
出すのが一番だと思いますから、もうすべてにおいても全体法だからね、もう運営も全体法を使ってくださいって言ってるようなもんだから、で、ああいう単体のやつとかは NP で使ってくださいみたいな感じで、もうね、それがその女に、もうメッセージがこうやって出てるから、もうすべてにおいてね、もう、あれなんですよ。全体法なんですよ。うん、だから、このゲームの遊び方を、こう、どんどんなんか狭くされてるんだよね。もっと昔はさ、なんか特化型とかでさ、やっぱデメリットも、ありつつ、で、それをそのデメリットをかぶせに行ったりとかするのが楽しかったわけじゃん。だから軌道に対してさ、やっぱり勝てるのは回避だったりとか、ねえ、フルパ外したとか、もう今フルパ外したとかあんまないじゃん。ほぼほぼ当たるじゃん。まあ、あと被害エリアだったら別にね、2、3機回避されたって別にね、チームでカバーできるじゃん。味方全体だもんね。 5%、 まあいいと思いますよ。これもまあインパクトにはちょっと欠けるけどね、 5% だと。そう考えるとやっぱキュベのスキルはいいよね。しかし今日外もう3月の半ばなのに、外の気温が1度ってどういうこと？もう日本なんか四季がないっすよね。春来るのかな？ずっと冬か夏じゃん。これはいいよ。やっぱこれいいよね。しかも220砲だもんね、これ。いや、これはいいよ。これは一番多分今制圧で使えるスキルじゃないかな。あとやっぱストフリのねスキルもやっぱいいと思いますよ。ただこれ自分、でも 50% だもんな。これはいいよね。まあ起動ないとあれやけどね、使い切れないけどね、起動ある人はこれ強いよ。ジオングって何？これはいらん。モードチェンジはね、本当にもろ刃だからね、相手にポイント2回与えちゃう可能性があるからね。自分が攻撃する前にね。だから起動で一発で潰されるじゃん、相手の。で、復活するじゃん。で、次の起動の人に潰されてっていう感じで、あんまりモードチェンジはね、起動ないチームは、微妙なスキルっすね。いらないって言ったらいらないっす。まあ、ただ局地戦とかね、ガンダムバトルとか、あと何、艦隊とか、ああいうのはね、使えると思いますので、あれエピオンもあれなの？同じなんだスキル。これストフリと一緒やわね。あれ違う？クリティカル 50%、200%。何が違うの？ああ、そっか。近距離武器ってことね。武器で違うんだね。これも使えますよ。本当に。まあ、近距離砲だからあれだけど。近距離砲だとあれだよね、
スライドって使えないよね。後ろにいるときってボタン押せないのかな。これ遠距離だもんね。これは多分後ろでも押せますよね、このボタン。いや、これ一体持ってるんですよ、僕。エピオン。エピオンなんか、無料のやつでなんか出て。まだ、仕上げてないからさ、ね、どういうのかっていうのあんまよく見てなかったけど、これは、まあね、ギガエリア撃つときとか、ね、関係ないからいいけど、一発目だよね。このスキル使うときに、近距離砲だからこれ前にいないと、これ、多分、押せないよね。後ろにいたら多分、このボタンが黒くなってる感じだと思いますから。そう考えるとちょっと微妙やな。撃つ前に下手したら潰されちゃう感じかな。たださ、これのえぐいのってさ、400ってどういうことよ ?400 やばくね ?400 ってどういうことこれって、あれだもんね。近距離の全体砲って、その、パイスキルではないから、これはあれだよね。パイスキルなしで、ねえ、こういった形だから、まあそう考えると、これもえぐいよ。これえぐいよ。だから、ギガエリアさ、6発撃てないじゃん。まあ、その、すごい課金して、ねえ、コストダウン、17をコストダウンして、やってる人とかは6回撃てるかもしんないけど、だから5回ギガエリアかまして一発これっていう形の6ターンで考えても、こいつはえぐいよ、エピオン。しかもパイもさ、ねえ、ヒーローとミリアルド、これ両方使えるからさ、いや、この辺のパイはもう出やすいじゃん、今。これはね、これは、ガンダムバトルとか、でも、むっちゃ脅威じゃない？エピむっちゃ強いと思いますよ。今んところ、制圧戦で、やっぱりエグいだって思うのは、ストフリとエピオンとキュベ、この3体のスキルは、その相手から、相手にされて嫌なスキルって、やっぱこの3つは嫌っすね。で、あとはニューガンダムの 5% か。でも、ちゃうわ。なんだったっけ ?5%。あ、でも全体だもんな。全体だもんな。だから、自分が先に落とされても、味方、ねえ、3、4体、残ってて 5%、 しかも 2ターンでしょ。いや、これもいいよ。ただ S 戦はさ、残れないことが多いから微妙なんだけど、 A 戦に関してはこれはえぐいよこれもえぐいよ、味方全体だからね。ただ120%砲だから、その最初をスキルかますときがあんま大したダメージ与えられないっていうのと、5% だもんな。5% だと発動しない可能性もあるな。5% か。5% ってなんかあれだよね。エフェクトレベルだよね。5% か。まあ、ないよりはあった方がいいか。っていう感じなのかな。ちょっとね、5% っていうのが、どれぐらいの脅威なのか、わかんないっすね。5% なんてなんか合ってないようなもんと、俺は捉えてるから、クリティカルに関しては。まあ、回避もね。回避、クリティカル、命中に関しては、なんかパーセンテージがさ、なんか、10%
ぐらいまではもう会ってないようなもんだと俺は思ってるからね。本当になんかもう AI のさじ加減みたいな感じで、まあとりあえずこんな感じっすか。どうなんでしょうね。いや、いい期待持ってない人は多分これは課金ありだと思いますよ。カードキーがないんだよな。やっぱ一番ね欲しいのカードキーなんだよね。ここにカードキーが入っとったら俺も言ってた、落ちてた。カードキーがないんだよね。要はもう新しいのいらないのよ。ぶっちゃけ、いや、あのね、もちろんサポに入れてもいいし、やっぱいろんなイベントあるからあれなんだけど、さ、最低限そのインフレ機1体持ってればいいのよ。1体あればとりあえずはね、制圧遊べるから。そう、あとは別にねえ、補助的な機体でも全然遊べるからさ、そんなに無理しなくてもサポートでね、そのやっぱり NP イベントでも防御っていうのが大切だっていうのも皆さんすごい分かったと思いますから、だからこれでね、その欲しい狙った機体が2体取れるのであればこれはありだと思うんですけど、やっぱりね、モードチェンジとかの機体はね、もういらないかなって俺は思ってるから、それが2体出た日にはさ、そのサポとしてももういらねえわって感じになるし、もうで間違いなくあと3ヶ月後にもっとインフレした機体は出ますので、このまんま 17LEのなんかね、今のスペックで周年通り越すとは俺は思わないから、やっぱ周年は周年でちゃんとごついの出てくるから、だから別にメイン機持ってる人はそんなにね焦ってここポチらんでもいいかなみたいな感じで、で今あれやってるじゃないですか、これ、なんていうの？ 77 万人のイベントのガチャ。これか。これこれこれ。これね。これちょっと。もうなんかめんどくせんだよな。もう全部分解しちゃおうかな。ちょっと回してみますか。分解して。もうなんかね、星5いっぱい溜まるとさ、気軽に分解もできないからさ、レベル上げしてないと。もうね、所持枠がもう、逼迫されて、なんかもう重ねるのもめんどくさいし、整理するのもめんどくさいし、もうなんか、レベル上げしてなければ横並びで重なるから、ねえ、何？探しやすいんだけど、なんか下手にレベルを上げてとか、中途半端に上げてとかって置いてると、もうどこに何があるのかさっぱりわからなくなるんですよ。マジで。そうなると、なんか整理するのがすんごいめんどくさくてさ、なんかこの辺ももう検索機能が欲しいんですよ、運営さん。例えばさ、こういうさ、その受け取りボックスの方とかでもさ、例えばカードとかでも、俺とかでももうね、3000とか溜まってんのよ、ページが。ね、もうね、これで、なんか、ピンポイントで、もう機体を探すのが不可能になってるんですよ。で、ここに検索機能をつけてもらえると、あれじゃんね。例えばじゃあ、ニューガンダムって入れたら、ニューガンダムがバーッと出るようにしてもらわないと、
ちょっともうね、なんかこのゲームがすごい、なんだろう、なんか古代すぎて、やっぱり最新のゲームと比べていくと、俺はもう、本当にね、なんかこのゲームのプログラムが、もうなんか、しょぼすぎて、本当にね、なそういう部分も含めてもうなんかお金を使いたい気分にもならない。なもうその辺はやっぱりなんか頑張ってもらわないとね。それができないんだったらもうサービスをやめるべきだと思うし。こういった部分はもうちゃんとやれよって感じですかね。で、あとは、じゃあちょっとこれ試しに回してみますか。これって星6って出るんすか？もうずっとなんかさ、こればっか出るのよ。なんでこればっか出るの？あ、あとなんかサザビーもよく出るね。これむっちゃ出るのよ。いらねえよ、こんなの。だからもう素材だよね。と、あとヤクト。ヤクトとさ、サザビーの出方がえぐいんだよね。それだったらニューガンダム出せよって感じだけど。ニューガンダム全然出ないの。ほんで、サザビーもさ、いや、サザビー違いじゃん、みたいな感じで。まあ、要は今、逆者のイベントだもんね。そう、これをさ、いちいち整理するのがもうめんどくさくて。むっちゃめんどくさいの。もう本当に、もうなんか、あれだよね。ジェガンと。リガジこのニューガンダムはもう転生するのにとてつもないパーツがいるからね。結局さ、星6なんて出ないんだよ。一応星6入ってるけどね。出ねえやろ。出ないっしょ、こんなもん。何パーだの？何パーも書いてないし、こんなもんもう 0.0001% ぐらいだよ。入ってるかも怪しいしね。まあ、こんな感じっすか。はい、とりあえずはね、今、77万人記念のデラックスの、箱ガチャ出てますけど、メイン機持ってない人はいいんじゃないですか。パーツも 10枚ついてますよね。ついてるし。で、まあ、メイン機なんか持ってる人は別に、カードキーないし、行かなくていいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、ただ、テクピーね。テクピーがさ、すごい、入ってるでしょ。まず、ここで、あ、そんなないわ。200しかないじゃん。あ、これ違うわ。これ安い方だ。テクピーが400か。400で、さらにこれがさ、15以上のやつと、多分ゴミだとしても、15以上だから 100p 取れるじゃん。だから4枚全部ゴミだったとしても、800取れるんだよね。テクピー。テクピー800取れるのはでかいな。800はでかいよ。800あったらもう、1体、サポだったらもう1体いけるっしょ。ねえ、丸々1体、がっつり仕上がると思いますよ。サポ機で。メイン機だと多分800じゃ、ねえ、まあ、カードキー足りないしな。これはでも、どうなんだろう。テクピー、きつい人は、いいんじゃないかな。あと、チューインゴットも100ずつもらえるもんね。100ずつはいいね。だからまあ、なんだろう。とりあえず、この、何 ?6-16 以上のやつ。で、1体、まあこれで、
まあそこそこ仕上がるって感じだよね。だからこういうのも救済なのかな。今入ってきた人がすぐね、まあでも今入ってきた人って言っても制圧ポイントないから何にもできないけどね。そんな感じで。でもさ、今この内容だと周年どうなるんだろうね。周年なんかもうテクピー1万で1000とか配るんちゃう。カードキー10個とか。いやもうそうなってくるとさ、もう後出しじゃんけんの方がね、まあでも現状現状でね、追い求めていくとスペックを、今やらないとダメだし、後から課金しても、もう後の祭りだから、結局じゃあさ、ま、全然育ってない人が今これ課金し、ね、3個したところで、じゃあ上の人と対等に戦えるかって言ったら 100% 無理だからね。その積み重ねが必要だから。だからもう、花から、やっぱり、上を目指してない人とか、お金に、ね、その、糸目をつけないような人じゃない限りは、あんまり手を出すものではないとは思います。ただまあ、そのイベントね、その NP のイベントとかね、そういうなんか、その制圧以外のイベントもね、まんべんなく楽しみたいっていうんだったら、ちょいちょい、ちょいちょい本当に自分の、その、ね、欲しいものとか、照らし合わせて、あ、今これが足りないなっていうのを補えるんだったら、ポチるぐらいの感覚で行った方がいいんじゃないかなと思います。あ、眠たい。おやすみなさーい。